はい、またあの、うちの、キャラットの抱き枕の、新商品が出ましたので、比較、動画をしていきたいと思います。新しくなりましたのが、今回のマシュマロ会2の、方でして、まあ、エキスパートも、魔改造版として、中面を、1割強、増量したものを、販売を始めております。でこちらの、 あの右側の方が、マシュマロ買い2の、1割強中目を増量した、新しい本体になります。こちらの方は、2月の29日ですね、俺の嫁で、開封したものになります。で左側はもうあの2年半開封して、2年半経った商品になります。まあ、ご覧の通りもうあの厚さが全然、厚みが違っております。一応じゃ あの厚みの方をちょっとメジャーで測っていきたいと思います。まず、そうしましたら、改造版ではない方ですね、こちらの方が、まあ、だいたい30センチちょっとですね。はい、だいたい30センチちょっとになります。で、新しく開けた方のものが、だいたい真ん中で35センチぐらいの厚みになります。続きまして、ペットボトルを使った、まあ弾力の違いのようなものをやっていきたいと思います。こちらが1割強中面増量の魔改造版になります。こちらが旧タイプのものになります。で感触ですけれども、一応まあ、やはり、魔改造版増量の方が、かなり丸太に近いような状態ですね。で旧タイプは、まあ、ちょっと、まあ、2年半経ってるということもありまして、ちょっとかなり弾力が薄くなっています。そうしましたらですね、カバーの方をちょっとつけていきたいと思います。まず旧タイプの方からつけていきたいと思います。エキスパートエディションよりもこちらの方が滑らかな生地といいますか、紐加工してないのでエキスパートエディションよりは装着しやすいと思います。
このような形ですね。じゃあ外して中面増量の魔改造板に装着していきたいと思います。やはり中面増量分が魔改造版の方がかなり膨らんでおりますので、先ほどのやつよりも装着は若干しづらいと思います。少しちょっと丁寧に装着しませんとカバーのファスナーが少し傷むかもしれません。ご注意ください。このような形です。はい、それでは外していきたいと思います。マシュマロ買いにと、マシュマロ買いに、魔改造版、中面1割増量版の方の、比較動画です。ご参考にしてください。続きまして、エキスパートエディションの方もやっていきたいと思います。